キング・グローリアスはアメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。サンデー・サイレンス、EG ー・ーゴアと同期。近親に日本で出走したモンテカルロ、アドマイア・セレクトなどがいる。母のグローリアス・ナタリーはニーバスを受退時にカリフォルニアのセールで6700ドルで購入され、その後誕生したキング・グローリアスはカリフォルニアイヤリングセールで6500ドルで週取りと、 なっている。2歳5月にデビュー。未勝利戦を7場審査、キンダーガーテンステークスを10場審査、ハリウッドジュベナイルチャンピオンシップステークスを4場審査で圧勝。3ヶ月の休養を挟み、ハリウッドプレビューステークスを勝った後、ハリウッドフューチュリティに出走。圧倒的な1番人気に応え2場審査で解消し、GI 初制覇を果たす。後に、 伝道入りを果たす、ホランド・ファー調教師にとっても初の G1 勝利となった。2歳児は5戦5勝で終え、エクリプス賞の最優秀2歳母馬には e g コ話が選出されたものの、当時のフリーハンディキャップでは e g コ話と1ポンド差の125ポンドで2位にランクされた。また、この年のカリフォルニア州3馬の年度代表馬にもなっている。 三歳クラシックでの主役が期待されたが、脚部不安を発症し、クラシックを断念することになる。復帰戦は4月のピートモンドステークス。ここを21番審査という大差で圧勝するが、続くゴールドラッシュハンディキャップでは2着に敗れ初の敗戦を、喫する。しかし、オハイオダービーを解消した後、ハスケル招待ハンデキャップで、再び圧倒的な一番人気に応える三場審査の、 圧勝で GI2 勝目を果たした。サンデー・サイレンス、EG ・ゴアという同期の2強との対決が期待されたが、再び客部不安を発症し、対決が実現することなくそのまま引退した。引退後は日本で種ボバ入りし、日本軽芝協会しずない種馬場でつなぎようされる。1993年に初年度3区がデビューし、ファーストシーズンリーディングサイヤーを獲得した。 しかし、翌年に初年度3区がデビューしたサンデーサイレンスの記録的な3区成績の前に書き消されるかのように成績を伸ばすことができず、1998年のマックスキャンド以降、2008年にワンダースピードがアンタレスステークスを制するまで長らく中央重賞勝ち馬を出せなかった。2010年の種付けシーズン終了後、恒例のためシュボバを引退する。引退後も、 静ない種馬,馬場で功労馬としてつなぎをされる。引退までに後継主母場となる産区は現れなかったが、後にワンダースピードが種母入りしている。2016年7月2日午前7時、老水のため死去。30歳だった。代表産区の名村国王、マックスキャンドゥは芝で実績を残したが、多くの産区はダートで活躍。 1995年から5年連続を含む、計6回、中央ダートの、サイヤーランキングで10位以内に入っている。仕上がりが早く、2、3歳限定重賞での活躍が顕著であり、小馬になって体制し、息長く活躍をしたセタのキングや、ワンダースピードのような例は稀である。母の父としての、主な産区、ABC サイヤーキンググロリアス d スインジャパン。 ハットキング・グローリアス・ゴーンが死亡。ありがとうございます。